掛川話し方スクールは2023年3月19日に朗読発表会とランチ会を行います。会場は静岡県磐田市見附天神様のほど近くにある手打ちそばとレンタルスペースことのはん。2022年7月にもこちらで朗読発表会を行いました。発表するのは毎月2回の朗読レッスンで練習を重ねている皆さん。絵本あり、現代文学あり、市民の方の作品ありとバラエティに富んだ内容を朗読しました。せっかくオイラたちが運んでるごちそうまで臭くなっちまう。アリたちまで一斉に怒り出しました。僕たち頑張ってるのに。みんなで声を出す早口言葉のコーナーも設けました。発表会の後は琴の葉庵さんの手打ちそばランチ。朗読の感想などを話し合いながら楽しいひとときを過ごしました。掛川話し方スクールの朗読発表会とランチ会は2023年3月19日です。詳しいことは QR コードからホームページをご覧ください。皆様のご参加お待ちしています。